交換留学で富士急ハイランドにやってきたラッキーコングジュニア。ハイランダーブラックとして大活躍した彼は突如カレーが食べたいと言い出した。ハイランダーたちは富士山カレーを勧めてみた。納得のいかないラッキーコングジュニアは急遽富士急社員との緊急会議を開くことにした。確かに我々のカレーは黒くありません。その代わり富士山をモチーフにした山盛りのライスが特徴だ。そうですね、ルーを黒くするのは難しいかと思います。はい、申し訳ございません。カレーは黒くあるべきと主張するラッキーコングジュニアと返答に窮する富士急社員。両者に重苦しい空気が漂う中、ラッキーコングジュニアは驚くべき案を口にした。果たして本当にゴーゴーカレーが富士急ハイランドのメニューに加わるのか。